立命基地坊、国宝、東京国立博物館像立命基地坊、国宝、東京国立博物館像竹越家伝来基地坊は、鎌倉時代中期の投稿。生物年不詳。女房の子。微善国の福岡一文字派最盛期の代表的単位や、岡田切れの坊のある立刀など極地が、国宝に指定されている。日本刀の波紋において、最も発達した。 華麗な長自陣を焼いた。吉坊は、鎌倉時代の備前一文字派を代表する投稿である。一文字派は、吉井川下流の福岡層に居住したことから、福岡一文字とも呼ばれ、明治に個別の投稿名を切るものの他に、単に一とのみ名するものがあることから、一文字派と呼ばれる。鎌倉時代中期には、吉坊、乗房助座スネラの名工を輩出し、 いずれも華麗な長寿乱れの波紋を特色とするが、吉望は一派の中でも最も華麗な作風を示す。作風は、痛め肌の期待に乱移りが立ち、長寿乱れ主体の波紋を焼くものが典型的である。中でも、岡田切れの号のある立刀や島漬け伝来の立刀は、長寿乱れに八重桜を思わせる十花な長寿を交えた、華やかな作風を示す。 名振りや作風が複数あることから、同時代に同名投稿が複数存在した、あるいは代別があったとの説もあるが、統計研,研究者の小笠原忍は、一人の投稿でも、年齢とともに、作風は変化するものであり、吉望は一人であったと見ている。国宝、重要文化財指定物件は、以下の通り、以上の作品はいずれも、 吉望日命、ありがとうございます。